1月24日12時半です。今現在時刻、翔ちゃんと八甲田前岳の予定でしたが、見てる通り暴風波浪警報が出てます。で、取りやめて今地元のピーク646ですね、あれの隣のピークに来てます。七種ピーク、ここは結構この間滑ったらブナ林で良かったんで、ここやって、あと二俣沢まで降りるとこ結構埋まってたんで、今日はそっちに落としてみようと思います。ちょっと荒れ模様なんで映像はどうなのか分かんないですけど、一応撮ってみます。つうか見えねえ。よっしゃ、スタート。おわ、3ホールできてんの。見えねえわマジで。雪はね降ったんですよ、ほらドパウです。おお、ただね下が硬い。ほらガリガリです。うわ、柔らかいですよ。おお、こっから本二俣沢に抜けるんですけど、ここがね、テクニカル。雪がね、大きいいってもんじゃねえんだよな。お、はい、こっから二俣沢に入ります。どうかな。うわー、雪入ってるわ。おお、うわー、もうダメだ。やべだな、やっぱ。ちょっと良さそうなところ抜けましょう。こちらに行くとね、登山道があるはず。はあ、よし、登山道合流、トレースがある。はあ、よいしょ。あ、ここで十分だな、今日は。うわ、登り返しポイント、はあ、今日は朝起きたらそんなに雪は10センチぐらいしか積もってなかったんですよ。なんか最強寒波が来るとか言ってた割にはしょぼいなと思ったら、午前中ねちょっと暴風雪波浪警報が出たんで、翔ちゃんとの前だけ取りやめて、まあ家にいたんですけど、めちゃめちゃ雪降ったんですよね。でも家の前も20センチぐらい一気に積もって、これはいかねばと言って出てきたんですが、まあ確かにね、これ私の登りトレースなんですけど、深いでしょ、積もってはいるんですけど重い。気温がね、まあ下で4度なんで、ここはかろうじてプラスぐらいだと思うんですけど、いやちょっとね雪が重い。今あの上の方ももふもふではあったんですけど、雪が重かったんでちょっとターンしづらかったですね。この後もちょっとあまり期待はできないかな。特にあの緩斜面のとこきつそうだな。うん。で、暴風雪波浪警報でちょっと吹雪がひどかったんで、オープニングとかも撮らないで、もういきなりヘッドカメラでの映像になってます。はい。この風の音聞こえますか？ここのコースを選んだのは樹林帯に囲まれてるから。スキー場に本当は行きたいんですけど、もうやばいでしょうね、今日のスキー場は。で、今日スキー場オープンの予定だったんですけど、やっぱり案の定オープンしてないですね。まあ明日あたり開くのかな。とりあえずはなんか下からオープンするみたいなんで、まだ行っても面白くないですよね。ということで明日はどっか
せっかくの冬休みなんで行けたらと思ってます。まあ天気予報見て決めます。着いちゃいましたね。あっという間だよな、計算は。よいしょ。さあ、車まで行けるか。あ、車が見えた。めっちゃ雪積もってんな。いやー、でももうやんじゃったっすね。これ見てください、板に。モナカ。下はもうモナカです、完全な。はぁ、あ。明日どうでしょうね、これ。期待できねえな。はい、じゃあ今日はこの辺で終了でーす。お疲れ様でしたー。